なぜお前が。あれ、ショウ、怪盗祭を見に来たのか。我は怪盗祭になぞ興味はない。妖魔によるものかと思って来てみただけだ。千と魔の世界で何かが解き放たれそうになっているものがあったら、それは我の責任だ。しかし今回の脅威は人類の世界、お前たちの世界からやってきている。だからこれはお前の責任だ。人類の旅人よ。いざという時のために、そういう自覚をお前にも持っておいてほしい。この妖魔を退治するための宗衛を凡人の血で染めさせるわけにはいかない。これはあの者が残した暗号だ。わからない。ならばお前たちがどこまでできるのか我に示せ。我がやるとなると赤い怪盗祭にならないとも限らない。想像しただけで怖っ。とりあえず落ち着いてくれよ。まずはオイラたちでこの暗号を解いてみせるから。容疑者が残っ、なぜかガイアなら知ってるかも。久しぶりだな。ガイア、リーユへの怪盗祭に行ってきたぞ。ほう、怪盗祭か。おいしかった。ならモンドのバドル同祭も楽しみにしてるといいぜ。きっと失望はさせない。ああ、そうだった。ガイア、実はな。テイトーを作るための木、紙、油、どう考えても危険だな。面白い。なぜ俺ならこの暗号がわかると思ったんだ。その通り。お前、栄誉騎士として言葉は慎重に選んだ方がいいぜ。裏社会とは何のことやら。これは誠実という名の騎士の品格だ。本題に戻ろう。これは国際犯罪組織宝刀団の暗号だ。興味があるなら情報提供者との面会を手配するぜ。セピロス騎士団は悪人と取引し、これは俺個人の情報屋であり、セピロス騎士団のではない。夜に風たちの地へ行け。俺が情報屋を手配しておこう。ありがとう、ガイア。先に真の知識あり。覚えておけ。ん？